で結構解放しちゃうんだよね。こうやって使っちゃうのを、こういうふうに手の甲とラケット面をイメージしてる感じ、こういうふうに使う感じの。グリップ薄め？ちょっと薄めのバックハンドな。バックハンドこのぐらい握ってる？ここが親指の硬いところって感じですね。俺こんぐらい。バックハンドセミウエスタンぐらいか。ちょっとさ、浅見君このぐらいでしょ？違う？こんぐらい？そうですね。うん。それよりももうちょっとこっちの方がこれ使いやすい。前の感じ。角ぐらいですか？うん、ここ、うん、このぐらい。もうちょっと熱い。うん。それで下向いちゃう感じを、まっすぐ、体を起こしてまっすぐ当てていく感じ。そう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 。反省として。あ、こうだ。そう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 。センターよりもちょっとこのぐらいかな。こういう、このぐらい。はい。キックですよね。あんまり跳ねてない。この辺からこうやって出て、これで切り返したいんだよな。この辺からもっと横でこうなっちゃう。トミさん、グリップまずこうやってこういうふうに握ってないですか？まっすぐちょっとこういうふうになっちゃうんですけど、これでこのぐらいでいけます。このぐらい多分左に行くかな。こうやって今こうして、結構ここからこういう動きが強いんですよ。こういう動きがこっち側に、ポールの方に振りましょうか。またこうやってグリップ変わりましたね。こうやって構えた時にこうやってなる癖があるんですよ。こうやって普通にこうやってなってる時にこういう風にならないで、このままでこういう風にラケット面がオープンになってる感じ。このままちょっと手の甲が、そうですね、このぐらい、はい、で結局こうやってここに来てからこういう風に肘の位置が上にこうやって向かっていく動きが、それよりもグリップの方が先にこうやって来てやってる感じで、ちょっと肘の方が先に来て後からラケットが来るような感じのイメージで振ったらどうなりますかね。ちょっともう一回お願いします。これ蹴りの動作とこれをちょっと一緒にイメージしてください。はい、この切り返しの部分と まずは足からの動きをこういうふうに、はい、リラックスして、あ、またこうなってる、グリップこうちょっとこうやって下からこのぐらいで握るぐらいのちょっとイメージぐらい、こうちょっとこういうふうに支えてるぐらい、はいはい、そのぐらいオープン、うん、まずそれで、あとはこうやって角度が、ここ角度が出ちゃうんで、これインパクトの時ってこういうふうにくの字になるんで、トミさん、こういうふうに出るんですよ。こうやって、で、だからここが使えなくて、グッて上からこうやって押さえる感じなんです。これをこの、そう、立てて、そのまま、じゃあインパクトの時の形作ってください。そこまで極端に。このぐらいの角度で、手首の角度変えないでそのまま持ってきてください。構え、はい、それでそのままスタートしましょう。はい、はい、で上に当てる感じのイメージを、そこで、それで
ちょっとね、こうやって上の方で取りすぎて体を横にして、こういうふうにちょっと、じゃあもう相当スリークォーターぐらい、このぐらいでこうやって振ってる感じ、上に。はい、蹴りをつけて。そう、あとは足が膝がグーってこうやって重心が前にいってる感じで、あんまり上に蹴れてないんで、あんまりトスを前に上げないで、逆にこうやってこのままこうやってこういう風な感じの動き、はい、前に行かないで上に、そうそうそう、惜しい。で、あとは今ちょっと一緒に顔をこうやって送っちゃう感じを残して、腕だけが上に行く感じ。またこれこれどれか入るとどれか抜けます。こうやってこの角度でこうして、じゃあ最初そのグリップをあんまり変わらないようにするために、ここにこの角度でこうやって乗っけてて、トス上げたら落として、こういうふうに打つ、落としてこういうふうに打つ、この角度のまま落としてこういうふうに打つ。この時にこのぐらいね、このぐらいでそのままストーンと落とす。そう、左手がもうこうやって下がってほぼこういう風になってるんだけど、はい、ここからグーって伸びてきた力を入れ替えるために左手が残ってないといけないんだけど、伸びてきてもうこうなってる、この状態で手だけでこうやってバランスも前の方に行っちゃって、こうやって打ってるんだけど、こっから。こういう動き、そうそうそう、うん、ちょっとね、右足の方に重心があるぐらいに見えるんだよね、頭の位置が。あ、相当後ろに行っちゃいます。うん、で、トロフィーポーズでこうちょっと今重心作ってみて、トロフィーポーズ。そういう時って溜まってないよね、曲がってないもんね、はい、トロフィーポーズってこういう感じだから、そう、その時に膝がこうやって寄ってるだけなの。もう極端にこういう風にこのままこうやって落としてる感じのバランス作れる。そうそうそう、それで上向いてるバランス作って、この時重心どこにある？軸。真ん中。はい、溜めてる感じは右の腰の方に溜めてる感じでよくて、そうだな、左足と右足のバランスはどれぐらい？6-4とかで言うと、左5-5か5-5。じゃあもうちょっと左の方に6か7ぐらい持ってってバランス。その感じから上に蹴るのと、5-5でそのまま蹴るのと、ちょっとそこのちょっと重心の違いをちょっと感じてみようか。ちょっと一回打ってみる。真ん中だと。そう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 。ちょっと前にすると、うん、ちょっとスライスっぽくなるな。で、どうしても重心が前に移動してからスイングを始めてる感じがある。こうやってこうやって重心が前に移動してからこうやって始めてる感じがあるんだけど、そんなに動いてるかな。まずこの自分の方にこうやって上げて、バランスがこういう風な感じでも打てるようにし、ちょっと、そう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 、惜しい。
まずここからそのこの角度のまま、ここからこのままこうリラックスして肘から前、あごめんなさいごめんなさい